はい、19番ゲート行きます。今から19番ゲート行きます。19番、なんかおまわりさんもいてます。怖いです。あ、そう。あの、髪止めで引っかかったけど、Wi-Fi では引っかからなかったそうです。微妙ですね。難しいです。あ、でも、ね、勝手に寝てるから、ね。うん。お、パイロットさんです。パイロットさんもおしっこはするみたいですね。あ、すごい綺麗。これもあれですよ、保安検査の中です。お、あ、羽田都心、待たないでモノレール、こんなんもありますね。東京行く場合は楽ですね。羽田空港からの切符、へえ。中で食べてもよかったな。あ、ほんまやね。あろうことか、心ちゃんちょっとお腹空いたとか言ってたね。今？いや、さっき、あれね、口癖なんかな。そんなことはないよな。じゃあ19番まで行こうや。うん、場所確認しよう。そうそう。スカイパティオ。スカイパティオ。19番沖縄行き。これ愛する我が娘です。結構早歩きで歩いてます。乗るよこれから。ママ飛行機乗るよ。乗るよこれから。ちょうど1時間、ね、ああ、でもちょうどいいんちゃう。だいたい30分20分ぐらい前から搭乗やし、えらい乗り乗りに変わった。そら電車でちょっと分かってんねん。やっぱり飛行機乗るとか荷物受け取りはこっちですね。これ左ちゃうかな。お山、お山、お山あるよ。お山あるよ。ちょっと曇ってきたんちゃう。お、パイロットさんがいてます。そうや、パイロットさんがいてます。またちょっと1時間前ということもあって、ちょっとガラガラですけど、まあ、早いぐらいの方がいいな。後で焦るぐらいよりやった。ちょっとノリノリやもんね。あ、あるやん。ジャルキッズランドやって、こんなんあるたら子供すごい助かりますね。へえ、ジャルキッズ。あ、しかもジンベエザメいるやん。ほら、あ、ほんまや、ジンベエザメいますわ。脱ぎ
とりあえず19番1回行ってみる。ああそっか、うん、いや待ってて、もうすぐそこやし。19番。はい、今日は僕はここから乗りますね、JAL2087 なので JAL2087 です、はい、伊丹空港の搭乗ゲートの中でした。以上です。